おねだり雑談しています。この機会にぜひチャンネル登録をお願いします。それでは最後までごゆっくりご視聴ください。あれですよね、夢の国。なんでこれ隠してるんですか、このカチャイズと。いや、動画消されちゃうんですよ。ああ、そういうことですか。あ、なるほど、なるほど。あ、そういうことね。犯罪者がいるわけじゃないんで、びっくりしました、なんか。勝手に写真撮られ販売された大学生が上海ディズニーランドを訴える。中国メディアが9月22日に伝えたところによると、蘇州大学で法律を専攻する男子学生のワンさんが昨年12月16日、友人ら数人と上海ディズニーランドを訪れ、アトラクションに乗った後、キャストから皆さんを撮影した写真があり、プリントしたものを購入することができると案内を受けたため確認すると、自分たちがアトラクションに乗る様子が写真に収められ、販売もされていた。ワンさんはこれを肖像権やプライバシー権の侵害だと主張。キャストに説明を求めたところ、入園した時点で撮影を許可という条項に同意したことになっていると言われたという。ワンさんは入園時にもチケット購入時にも知らなかったと主張し、裁判所に提訴したという。はい、どうですね。だからよくね、いろんなとこに行ったら写真撮られてるじゃないですか、乗り物とか。で、なんやねん、これ勝手に撮りやがってってことですか。そうですね。まあそうですね。今回は、ワン君は、自分のその写真、撮られた写真が外部に流出する可能性があるとして、一応買ったと。118元。約2400円ですかね。はい。ですね。で、勝ったけどなってやつ。そう、勝ったけどな。一応帰宅後に、改めてそのディズニーの公式サイトを確認したら、ディズニーランドは園内で、撮影や録音を行う可能性があり、入園した時点でこれに同意したものとするっていう、一応条文を発見したと。で、それでも、訴える価値があると判断して裁判所に提訴と。まあこれ上海の話ですけれども、これ日本のね、あっこのランドでも、こういうことなんだよな、入ったからにはもう写真も撮られるしねってことですか。書いてありましたので、調べました。日本でも一応似たようなこと書いてありまして、これはディズニーランドの利用規約に書いてあったことなんですが、パーク内では、各施設やプログラム等を撮影する場合があります。その際、お客様が撮影の対象になる場合があります。また、撮影物は、報道、広告宣伝、プロモーション、販売商品等に使用される場合があります。一部のアトラクションでは、アトラクション利用中のお客様を写真撮影し、当該写真を販売いたします。また一部のアトラクションでは、アトラクションでの演出を目的にお客様を撮影し、アトラクション内で表示する場合がありますっていうことですね。落書きで逮捕ですか。そうです。まあまで。アートを描いてみたかった。JR 八王子駅近くビルの壁に落書きで20代男2人を逮捕。東京八王子市の駅前のビルにスプレーで落書きをした疑いで20代の男2人が逮捕された。山本陽介容疑者23歳と中野来生容疑者21歳は9月6日深夜、JR 八王子駅近くの商業ビルの壁に緑と黒のスプレーで落書きをした疑いが持たれている。現場周辺の工事現場などには似たような落書きの被害が5件ほど発見されていて、2人が関与した可能性があると見られている。お絵描き陽くんは調べに対し、ヒップホップカルチャーに影響を受けアートを描いてみたかったと供述。プシュットライ君も自分がその場所にいた証拠を残せることに魅力を感じたと容疑を認めているという。はい、ということでした。これなんていうんですか、よくね、ニューヨークとかにあるような落書きとはもう運命の差のね。そうですね、またしょぼい落書きね。それだったらね、もうよろしくとかね。なんていうんですかね、あったんですか、伝統的なよろしくなんとかってありませんでしょ。そう、だからね、まだ昔のね、大昔の
ね、ヤンキーが書いてたような漢字書くとかね、その、なんていうんですか、面白おかしい。面白おかしいね。懐かしいな、これ、何これ、誰が書いたんやぐらいね。まあ、話題になるようなぐらいのことを書くとか。なんかそういったんしたら、なんか何が書いてあるのかもわからないし、まあそうですね、あの理解されないっていうのは、ね、何がしたいのかもわかりませんしね、なんかこうお粗末って言いますかね、うん、まあでこれ供述見てると、うん、はい、結局承認欲求なんですよ。あ、そうですね、自分がいたことを残したいとかね、うん、最近はね、うん、SNS っていう便利なものはあるんでね、そっちやっていただけるかと思いますけど、これまあ賠償とかしないといけないんですかね。まあそうでしょうね。まあこういうね、とにかく落書きってやっぱ、まず自分の部屋でやっとけと、まあ、これがいわゆるグラフィティアートっていう、まあいわゆるアメリカのヒップホップ文化の落書きの一つなんですけど、まあ、好きにするのは、うん、好きにするというか好きになる、はい、こういうのをね、はい、のは自由なんですけど、はい、うん、人に迷惑かけるのは良くないよ、ちょっとです。そうですね。で、あとスプレーで描くのは基本なんですけど、まあアートとしては、はい、まず認められてません。まあ基本的にね、うん、その公共の場に書いてるわけですからね、うん、理解が得られませんので、ね、ただ迷惑なだけです。犯罪ですからね、何しろ、うん、はい、で僕はほら芸大通ってましたんで、芸大卒業してますんで、はい、まあその多少なりともアートに関する話はできるんですが、はい、基本的には芸術っていうかアートって、はいはい、人にアートとして評価されて初めてアートなんですよ。はいはい、まあ、自分で漫画を描いたよ。漫画です。漫画じゃないですか、これは。違いますか。授業中の落書きで怒られ続けた13歳の少年が才能覚醒でナイキと契約、はいはい、子供の頃は誰でもあまり興味のない授業中、ね、ノートに落書きをしたことがあるだろう。イングランドの都市シュルーズベリーのジョー・ホエル君、13歳は 2,3 歳の頃から絵を描き続け、7歳にスタイルを変えて落書きアートを始めた。ホエール君は小学校の授業中にも落書きを描き続け、先生にいつも怒られていたため、困った両親がアートスクールへ行かせることにしたという。そこでホエール君の才能が開花、アートスクールの講師がインスタグラムに投稿したホエール君の落書きアートが、なんとナイキの目に留まり、若干13歳でアーティストとして契約を結ぶことになったそうだ。はい、そうですね。すごい、すごい。これは、さっきの二人と運転の差ですけど。そうですね。はい。じゃあまあ、もともとね、そういう才能があったってことですね。そうですね。落書きしてたぐらい、好きやったってことですね。はい、そうですね。はい。ちょっと、まあ、見にくいですけど、こういう絵って見たことないですか？似たような感じ。ありますね。ちょっとわかんないですけど、うん、ごちゃごちゃっとした、ドゥードゥルアートって言いまして、はい、まあ、ドゥードゥルって基本的には直訳すると落書きなんですけど、はい、特徴的な、うん、こういうグラフィティアート、うん、まあ、さっきの落書き構造が、はい、返せたのとまた種類が違うんですけど、そうですね、これが本物の努力と才能なんですね。ね、うん、何しろこれで稼いでくれてますからね、その関西は。はい、何億ですよ多分ね、はい、すごいことですか、うん、はい、で基本的にこのドゥードゥルアートって黒い線だけで、はい、はい、描かれる、あ、はい、なるほど、うん、迷路なのかキャラクターなのかわからないような絵です。あ、なるほどなるほど、はい、でこれで一番有名なのって、はい、先生ご存知かわからないですけど、キース・ヘリー、あ、はいはい、分かってますよ、うん、ほら、なんていうんですか、棒人間じゃないけど、ほら、わかります、ね、わかりますよ、何何コミカルなポップな映画ね。いや、私嫌いじゃないですよ、はい、キース・ヘリングは、はい、もう死んじゃってるんですけどね、アメリカ出身の、はい、まあ、そういうストリートアートの先駆者でして、はいはい、実はキース・ヘリングも、うん、よく地下鉄、はい、とかに落書きして、うん、何度も警察捕まってるんですよ。そうなんですね。で、その、まあ、絵を見てた画商が、はいはい、その才能を乱して、はい、まあ、個展やらせて、はい、でそれで知名度が上がって、まあ、なんていうんですか、認められたというか、はいはい、まあ、それでも何度もまだ落書きしまくって、捕まってるんですけど。まあ、落書きでも好きなんですね、とにかくね。ただまあ、それが、まあ、今
で言うとバンクシーみたいに、はい、まあ、当時 そのニューヨークとかで、はい、道に描かれたチョークのね落書きとかが、はい、まあ、結構こう評価されたりもしたわけです、はい、歌詞があったりとか、はい、うん、まあ、今でもね、結構、うん、そのなんていうんですか、ユニクロとかよく使われてるやつ、ユニクロ T シャツ、ね、コラボした T シャツなんかしょっちゅう見かけますけどね、うん、はい、アートの才能は、年齢云々じゃなくて先天的なんでしょうね。まあ、うん、やっぱりなんていうんですか、その絵自体もそうなんですけど、描いてる線が違う、上手い人って、あ、まあ、うん、ピーって一本線引いただけでもね、はい、なんか違う線なんですよ。それはね、なんでか知りませんけど、経験値です。うん、なんかこうちょっと描いただけでもね、素晴らしい歪みのない筋っていうんですかね、それで絵が描いたりしますから、それね、本当に経験値で、芸大入る前って、ものすごいたくさんデッサンが上手ですから、はい、もう何万本っていうか何億本っていう線描くんですけど、はい、そのうちに、うん、そのデッサン描くときも何本か線引いて、そのうちの1本選んでするんですけど、はい、下書きで、はい、それが割とこう簡単に自分でこうできるようになるだけです。きっと力の入れ具合がね、気に移れないとあの線描けへんなと思われるような、うん、なんかこうスッとした線をね、割と描いてな描けるあれの方が多いなと私なんか昔ね、うん、思ったりしたんですよ。なんか映画の人ピカサ子供みたいな絵が描きたいと言っていたそうですよ。子供ならではの自由さがよ、ピカソはね、あのキュビズムっていうのは、はい、あれね、子供の目から見たお母さんの顔を描いてるんですよ、はいはい、寄り目のね、寄り目というか、あれはだからその立体視がまだうまくできない子供の、はい、目線で描かれた絵です、はい、平面で見たらこうかなみたいな、立体的なものを、はい、その子供の目で、小さい赤ちゃんの目で見るとこんな風に平面的に見えるんじゃないかなっていうのをイメージしたらキュビズムです。徳内さんのお米がですねものすごい値上がりしてます。ちあ、違います、違いますか。無料配布のお米がフリマサイトに、東京都が低所得世帯向けに無料で配布した東京お米クーポン事業の米がネット上で転売されている。東京お米クーポン事業は所得が低い世帯約160万世帯にクーポンを配布。申し込みをすると1世帯につきお米 25kg や食品などを無料で受け取ることができるというもの。お米のパッケージに書かれていたのは転売禁止の文字。フリマサイトに出品されたものを見てみると、3袋合わせて 15kg のお米が4000円弱で販売され、その写真はほとんどが転売禁止の文字を隠すように出品されていた。はい、ではですね、いや、こんなん4000、まあ、例えば15キロをね、うん、4000円で販売した方が損するじゃないですか。そう。じゃあこの4000円もらって、はい、お米また買いに行ったら、はい、めっちゃ高いですよ。全然買えません。まあまあそうですね。はいはい。これちなみに、視聴者さんのリクエストで、ちょっと取り扱ってくれって言われまして、はいはい、まあ僕もちょっと気にはしてたんで。はいはい、世も末って。ねえ、ちょっと。サメさんとカタツムリさんの会社欲しいですね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。まあ、いますよね、やる人。こう、ね、お米配ったかって言ったら、はいはいはい、まあ、物価の高騰が続いてって、はい、まあ、それはすなわち都民の生活を直撃している、うんうん。で、暮らしの安定に少しでもつなげてほしいっていうふうに、はい、まあ、思ってこういうことやり始めた。はい、まあ確かにね、お米ってやっぱり高いですからね、はい、いざね買ったりすると、はい、まあなんか高いなと思うじゃないですか、うん、だからっていうかそんな今150万世帯って言いました。160万世帯、そんなに160万世帯も新婚の人がいるんですか。ですね、はい、まあ、そのまずその対象となっている年間所得見込み、はい、対象となっている、はい、低所得世帯っていうのがどういうところかっていうと、はい、年間所得見込み額が、はい、住民税の非課税相当となった世帯なんです、ね、じゃあもう本当に低所得って言われる方のところの話ですよね、はい、これを、はい、まあ、具体的に言うと、はい、生活保護、はいはいはい、を受けてらっしゃる方々に配られたってことなんですね、はい、だけじゃないんで、うん、全部言いますが、はい、生活保護の人と、はい、障害者、あ、
はい、あるいは未成年者、はい、一人親、はい、あと家父っていうのはまあ未亡人みたいな人ですね。あ、言い方がいいですね。まあだから子供はいないけど離婚して、生活がうまくできてない奥さんみたいな人とかですかね、はいはい、で前年の合計所得が135万円以下、はいはい、年収で言うと155万円以下ぐらいが目安になってますね、はいはい、でサラリーマンで言うと、はい、204万円ぐらい、はい、あの方ですかが、この今回の対象になってるってことですね。まあ、その方に、うん、ね、それで今、該当する方に、はい、このお米が配られた。15キロもですか？25キロ。25キロも。はい。なんで、25キロのうち、10キロ確保して、登り売る感じにしてる人が多い。あー。それだったら25キロいいじゃん、やった方がいいんじゃないですか。食べきれないって言ってる人がいました、ね、食べきって、うん、であと、うん、おばあちゃんなんかがこれ頼んだんですけど、はい、頼んだ後すぐ施設に入っちゃって、はい、食べる人いなくなっちゃったっていう世帯の、次の人に食べればいいじゃないですか、その娘が、はい、転売してる可能性が、意味がありました。食べなさいよ自分で。そう、でこの米の品種、はい、福島さんの声もあったんですが、はいはい、米の品種自体不明でした、はいはい、いいんですよ米なんか。そのおそらくですが、はいはい、表記が複数原料米って書いてあったんで、はい、各地で余った米のブレンド米です。美味しそうじゃないですか、はい、味はすごいいいらしいですよ、はい、そりゃそうですよ、はい、でブレンド米って美味しいと思いますよ。まあそうブレンド してる人にもよるかもしれない、はいはい、それは相当インパクトのあるパッケージですね。まあそうですね、国内産って書いてある、めちゃめちゃ買いたい。毒キノコですよ。そうですね、はい、公園で採ったキノコを食べて錯乱、痙攣、東京都が注意呼びかけ、キノコ狩りのシーズンを迎える中、東京都内で9月毒キノコによる食中毒が発生した。食品監視課によると、新宿区在住の家族4人が先月18日埼玉県内の公園で採ったキノコを炒め物にした。食後30分ほどで錯乱や意識朦朧、嘔吐、痙攣などの症状を訴え、救急搬送された。2人が入院したが、現在は回復している。東京都健康安全研究センターで検査した結果、広葉樹林の地上に発生する毒キノコ、テングタケと判明した。東京都は確実に食用と判断できないキノコは、絶対に取らない、食べない、人にあげないよう注意を呼びかけている。そうですね、はい、ってことですね。東京ですよ。東京でこういう事故、なんかもう山形とかそういうところの話かなと思っちゃいますけど、秋ですね。秋のね、そのキノコ狩りに行って、はい、東京都、図鑑の写真やインターネットの画像検索で勝手に鑑定しないでって言ってますね。これはじゃあ一体大丈夫やと思う。もうどう見ても私これやばいですよ。いやだってテングタケって世界で一番有名な毒キノコですよ。いや私もそう知らなくてもね、でこれの赤いのがベニテングですよ、うん、そう、見た感じからしてこれ危ないじゃん、どう見ても危ない。点々がついてて、ようこんなん食べようって思ったな。でこれ家族4人なんですよ、はい、今回、はいはい、11歳の男の子と12歳の女の子、はい、で両親ですね、はい、子供たちは当日回復したんですが、はい、40代の両親が、はい、まあ、症状が悪くて入院したと、はい、一応現在は回復してるってことですね。キノコが買ってくれちゃって2日高騰で食べるのも困ったんですかね。いやでも今日はキノコパーティーやみたいな、なんかキノコその何、なんか炒め物にしてくって言ってますけど、これ、まあ一番やっちゃいけないことやっただけですけどね。そうですね、よく、どこにそういう自信があるんですかね。ねえ、違う、まあどういう教育を受けてきたのかなって僕は思っちゃうんですけど、普通なら絶対食べない。例えばね、旦那さんがこれ食べようって言うたらどっちかが止めるとかね、うん、そうこんなんこれあれやでとか、子供がまず止めると思うんですよ、ね、お父さんやめようよって、うん、誰も止めなかったってことですよね、うん、かわいいじゃないですか。これゴッホ美術館ポケモンとコラボ、うん、
オランダ、アムステルダムのファン・ゴッホ美術館はこのほどポケットモンスターとのコラボレーションを発表した。同美術館の開館50周年を記念する企画、館内にはオランダの巨匠ヴィンセント・ファン・ゴッホの作品を元にしたピカチュウなどのポケモンの絵が展示され注目を集めている。ゴッホの自画像にインスピレーションを受けた作品ではピカチュウが同じような灰色の帽子をかぶっている。展示は2024年1月7日まで。はい、いやことですね。これだって一応ほんまの漫画ゴッホの作品ですよね。元はですよ。これ自体はじゃあこのあれですよ、ゴッホがの美術館っていうことは、ゴッホの絵が置いてある美術館です。あ、そうです、オランダの。そうです、あのすぐの。そこのところの間にこのゴッホとゴッホの作品の間にそうそう、こんなピカチュウ置いてんの。そう、しかも50周年でやってるんですよ、これ。そうさポケモンといえば今はポケモンカードが有名ですが、こういったところにも、進出して、そうですね、今回この展示で、あの体験型プログラム、はい、ポケモンアドベンチャーっていうのも実施されまして、はい、アクティビティをクリアすると特別なピカチュウのポケモンカードは数量限定で配布されるそうです。そんな困ってるんですか、このアムステルダムゴッホ美術館は。このピカチュウの特別なそのポケモンカード、すでに5万円の値段で取引されてる。ああ、そうでしょうね。名探偵ピカチュウの影響があったりだから、それもあるかもしれない。転売役がぎつけてくる。そうですよ。多分ね、このピカチュウ、まあ数十万いくんじゃないですか。はい。なんで、もうな、やめよ。だからオランダ旅行行ってこのピカチュウもらって帰ってくれば、タダで旅行してきたような感じで旅行しますね。はい、いい時間になりました。はい、はい、今日は、行きつけの焼肉屋さんが閉店だっていう、ね、ちょっとセンセーショナルな話題が、そうもう店内がね、はい、もう本当にもうみんな泣いて泣いてなあ、そうですか。いや、あの店長は泣いてましたよ。あ、心の中でね。ね、泣いてました。びっくりしましたもん。何々さんって僕、名前呼ばれて。ね、そりゃそうですよ、そんな。ね。もう、また来た来た来た、思ってました。また来たな、思われてましたからね。実は、とか言われて、何言い出すのかなと思ったら、いや、うち今日で閉店なんですよ。ね。びっくりしましたね。それで、ね、まあ、同伴のね、お客さんたちもすごいいっぱいいたのかなって思いますけど。あ、でもほとんどピリピリでしたからね。今日で終わる、寂しいよって言ってない、言ってない方ですけど、ね、まあもう残念だな、なっていう話です。最後は明るい話題で、そうですね。別にあのキノコの話題も暗くはないと思いますよ。アホやなってことですか。そうです、つまりは。はい、そうですね、うん。先生、来週は、はい、もう10月入りますが、また水曜日で、水曜日で大丈夫ですね。はい、前回は火曜日でしたが、今回は水曜日。今回は水曜日で大丈夫です。はい。はい、じゃあまたそれに向けて準備をしておきます。はい、はい、お願いします。はい、はい、本日はこの辺で終わると思います。ね、今日も、スパチャを、あ、そうですね。いただきました。はい。した、どうもありがとうございます。遡って名前は確認できませんので、また、はい、改めてお礼ということで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。はい、それでは皆さんも、ゆっくりお休みください。はい、明日はまあ日曜日なんでね、そうですね、のんびりどっか出かけられるのか分かりませんが、はい、多分ね、いい天気やと思うのでね、はい、事故のないようにお気をつけて、行ってきてください。はい、ということでした。はい、それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、さようなら。おやすみなさい。はい、おやすみなさい。はい。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。感想や取り上げてほしい話題などがあれば、お気軽にコメント欄へお書きください。また高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。